新日本キックボクシング日本フライ級タイトルマッチ。挑戦者19歳レイヤ、若干16歳でデビュー。そのひたむきさとたゆまぬ努力、そして天性の才能で新日本キックのトップ選手へと成長を果たした男。さらには同門の兄貴分シローと共にタイのムエタイでも実戦を重ねてきた。格闘技にかけた己の青春、レイヤは狙っている新日本キックの頂を。そのレイヤの挑戦を受ける日本フライ級の若き王者、ひろゆき。老舗の名門藤本ジムで腕を磨く19歳、出身地神奈川県川崎市からも認められたその実力は本物。実はこの王者と挑戦者、同年同月同日生まれの同学年、さらにはデビュー戦も同じという文字通りのライバル同士。過去の戦績は王者の1勝2分け、ただしこの1勝は前回のタイトルマッチで奪ったもの。果たして挑戦者はその時の借りを返すことができるのか。挑戦者のリベンジか、王者の返り討ちか。運命に導かれた同い年のライバルによるタイトルマッチ、今こそ決着の時。トリプルメインイベント日本フライ級タイトルマッチ3分5ラウンド、王者ひろゆき VS 挑戦者同級1位レイヤー。